はい、皆さんこんにちは、渡辺グルービッシュです。では今回は信長の野望、大志、パワーアップキット、徳川家康編上級、続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、宿敵本願寺石山御坊に攻め込むため、まあそれをね、かくまっていると言ってもいい三好、この一党を撃破するために岸和田城攻略に向かったんですが、戦国森の戦いで敗戦、敗れてしまいました。今回その復讐戦です。早速兵を動かしていきましょう。同じ戦国森から攻め込んでいく経路でいくのか、それともね、経路を変えていくのかっていうのもね、ちょっと視野のしどころになってこようかとは思います。二条御所に攻め込んだ場合、決戦場で官兵指揮する3万の軍勢と対峙か。であれば高屋城を目指す。この場合兵4000が相手になりますね。飯盛山城、黒田官兵、ここで黒田官兵撃破するというのもありだよな。ちょっとルートを変えてみましょうか。どこが決戦場になるかというのはもちろんあるんですが、まあ、二条御所近辺だと敵の巡検所が多すぎて、ちょっと数では歯が立たないというところになると思うので、まあ、飯盛山城、高屋城、どちらかで決戦をしていきましょうか。飯盛山城、高屋城、高屋城にしましょう。はい、最終的にはご覧のように26,000の兵を整えました。まあ、前回の反省点を生かして、まず、忠勝、これを投入します。兵3,000、騎馬隊です。その他、鉄砲隊、騎馬隊、槍隊、バランスよく用意してあります。これで、決戦に挑みましょう。復讐戦ですね。さらに別動隊として、兵、13,000を集めて、ここから、官兵のこもる飯盛山城攻め込んでみたいと思います。だから合計すると兵力4万以上動員するという大部隊での戦いになりますね。報告いたします。先月の終始、二段構えで三好を倒していきましょう。まあ、官兵がいるというのがまた強いですからね。さて三好軍ですが、三好軍もやはり出陣してきましたね。兵力いっぱい持ってますからね。まあ、これをどう、しのぐかということになりそうですが、こちらは兵を、まあ、ある意味分散しているところありますからね。大義名分発動しましょう。いや、軍技力 100% 上昇もでかいな。両方使いたいぐらいだけどな。まあ、決戦にこれからね、挑んでいこうというところで両方使います。三河武士の誇り見せるは今ぞ。まあ、まさに決戦ですね。ここはさて今ご覧いただくとですね、まず家康26,000、これが向かっていく先、そこにどうやら官兵が出てきそうです。うまくここをね、かわしていかないといけないのかなというところにはなってくるんですが、なかなか難しそうですね。そしてこの奥平が大将を仕留める12,000の軍。これも今用意はしてあるので、まあ、どこに向かわせるかというところですよね。いずれにしてもまず家康軍26,000で、当初の予定通り行くぞ、高屋城を狙うのか、それとも飯盛山城を狙うのか、このあたりもねちょっと思案したいところですが、先に飯盛山城に向かいましょう。出陣する。でこの飯盛山城に向かった場合、どこで決戦になるかというところですが、ここで決戦になるだ。ここで決戦になった場合、
戦場の上限が8万9万、まあ、いずれにしても兵力2万6000と1万9000なので、この戦場の上限に引っかかることなく決戦が挑めそうですね。これでちょっと一泡吹かせてやりましょう。進め。奥平の部隊は待機報告で、今出陣してますよね。奥平隊はこの間に一挙に豪商に攻め込みましょうか。それとも飯盛山城を狙うか。いや本当に悩ましいな。進め。渡辺守綱隊2万5000、家康2万6000、二条御所、ここで決戦に変えましょう。ではかつて徳川に仕えていた裏切り者渡辺守綱2万1000、これと家康が御所近辺でぶつかっている間に、奥平隊はですね、飯盛山城、官兵衛の居城に攻め込みましょう。これでどうなるかですね。では敵部隊2万1000到着しましたので、一旦すべての部隊御所から包囲を解いて決戦に挑みましょう。指揮しなくても勝ちは揺るがないということですけども、今回復讐戦ですので指揮取りましょう。守綱を撃つ。さあ軍技力も半端ないことになってると思いますんでね、軍技力も248、これだけあれば勝てる。まず罠設置していきます。鉄砲水配置していきましょう。作戦としてはまあいつものパターンですが、本陣切り込み採用します。はい、布陣完了しました。まず左翼ですが、足の速い騎馬隊を揃えてあります。右翼は鉄砲隊、それとそれを守る足軽、そしてその足軽、鉄砲隊の前には鉄砲水と柵を配置してあります。一方騎馬隊の前には埋尾を行ってありますので、ここに敵が突っ込んできて混乱しているところに一気にね、騎馬隊を突撃させていこうという作戦です。これで復讐戦成し得てみせましょう。開戦です。安心して戦って見ていられるというところでは、まあ、半蔵、あとは何といっても忠勝、このあたりを今回はね、用意してありますからね、まあ、安心して見ておきたいとは思います。さあ、敵が突っ込んできましたね。前尾にうまくはまってくれたら、そこから一気に、騎馬隊を突入させていきたいと思います。さあ鉄砲の打ち合い始まりましたね。勘兵衛がいるわ。さあ前尾にはまった、前尾にはまったのを見たら忠勝を突入させていきます。敵は右翼、まあ、こちらでいうと左翼がぶつかるところに主力を持ってきてますね。官兵衛の3100は厄介ですが、こちらは鉄砲水に敵が引っかかるのをまずは気長に待ちましょう。官兵衛もやってきましたね。敵の本陣渡辺守綱はここにいます。さて、そうするとまず官兵衛を撃破しておきたいところですが、どうなんだろう。味方としては右翼が余ってしまっているので、右翼の部隊動かしますか。本当だったらここ温存したかったところなんですけどね。むしろちょっと今押されてるぐらいですもんね。さあ筒井順慶が家康の本陣に突撃をかけてきそうなので、これ防ぎましょう。しっかり防がないといけないところですよね。ここで三河魂発動です。
敵が背を向けたらそこで一気に壊滅させに行きましょう。官兵衛には忠勝をぶつけて家康を守ります。さあ徐々に戦況こちらに有利になってきています。整理しましょう。まず鬼門となっている黒田官兵衛、官兵衛隊ですが、ここは忠勝をぶつけています。水準圏のところには半蔵を護衛につけて家康自ら奮闘中。そして戦場の中心部ですが、ここはですね、蒲生氏郷はじめ足軽隊中心に戦況を支えているという状況です。ここから少しずつ敵の本陣攻略に目を向けていきたいところですよね。水準兵隊敗走させましたので、家康自ら戦場の中心に出ていきましょう。戦況は完全にこちらに傾きましたね。これで完勝ですね。前回は完敗しましたが、今回は逆に完勝してます。三好の一投ね、これを機に一気に機内一円から追い落としにかけていきたいと思います。天下聖筆。さあ飯盛山城は落としています。飯盛山城を落とした部隊は次高谷城に行きましょう。高谷城も攻略完了です。ようやく二条御所落としました。一度家康は退却しましょう。まあ、だいぶね、長いこと大きな兵を動かしてしまったので、一度家康は騎乗させます。飯盛山城に 24,500、 これの撃退は骨が折れそうだな。まあ、仮に飯盛山城を放棄したとしてもですね、それほどの痛手にはならないとは思うんですが、和睦の交渉を一度三好に入れたいと思います。かしこまりました。というところで、ではね、今回は一旦ここまでにさせていただいて、服従戦は見事に完遂できました。次回三好とはですね、銃を織り交ぜながら時に和睦、時に決戦、まあそういう形で徐々に侵食していきたいと思います。